続きましてこちらでございます。またね、迷惑撮り鉄の方々、ほんとイメージ悪い撮り鉄ちゃんとしている撮り鉄さんもいると思いますよ、うん、でもこういうニュースばっかり言われたらもうそりゃもうイメージというものはつきますから、こちらでございますと、鉄道開業150年を祝うイベントが行われ、多くの家族連れや、鉄道ファンでにぎわったと。ですが線路沿いにある土手で待ち構えていたのは50人以上の撮り鉄と、足場が不安定な急斜面に、三脚を立てていると。誤って転落でもすれば大事故にもなりかねない危険な撮影と、ね、こんな感じでね、すごいところにいますよこれね。そしてですね、まあ、どんだけ、斜面がねすごいかというとですね、こういうロープを使ってね一人ずつガードレールをくぐっていたと。そしてこのロープですね、放置されておりましたね、何も誰も片付けることなく放置されていたと。これだけではなくですね、別の撮影スポットではこんな迷惑行為が相次いでいたと。駐車禁止の場所にもかかわらず、路上駐車もしております。毎回ですよこんな、マジ迷惑よねこんな。道路を挟んだ反対側では多くの撮り鉄が、狭い路側帯に陣取り、撮影用の三脚が、車道にはみ出してしまったね。ここね、ここはみ出しちゃいけませんから、鉄道開業150周年の記念イベントでも相次いだ迷惑行為と、JR 東日本は、危険な列車の撮影について、非常に危険な行為であり絶対にやめていただきたいとコメントしておりますと。こんなん警察来んのかね。全然おらんけど、こんなん警察来てね、全部もう切符取りゃいいのにこんなね。本当いい撮り鉄というか、ちゃんとねマナーを守ってる方もいると思いますけれども、なんかねよくツイッターで上がってくる気性の荒いさ、なんだよおめえとかさ、おいどけよどけよとかね、警察すぐに来れないと。いや警察すぐに来れないじゃなくて、これでさ、あの150周年とか言ってあれするんだから、絶対これ予測できるでしょこんな。駅側の人たちもさ、なんか行いますので警察をみたいなね、え別に言っときゃいいじゃんこんなんね、ほんとに。私の中のフィクション、私に合ったノンフィクション。